私は不動産会社で事務職をしている。社長がとてもいい人で、社内の居心地も良く、職場環境に一切不満はなかったのだが、一年前、そんな生活がガラリと変わってしまった。その理由は社長が変わったこと。自分の好きだった会社は一瞬にして変わり、事態は悪化する一方だった。そしてあることがきっかけで、私は社長室に呼び出された。あんたみたいな反抗的な社員は他の会社もいらないと思うけど、せいぜい頑張ってね。私の名前は堀内美代。今年で27歳になる。仕事は不動産会社で事務職をしている。社長がとてもいい人で、社内の居心地も良く、職場環境には不満はない。業績もそれなりに良く、給料も十分もらっていた。しかし、そんな生活がガラリと変わってしまったのは、一年前のことだった。社長が変わったことにより、会社は大きく傾き始めてしまったのだ。しかも、そんな状態の中で、社長令嬢までもが入社してきて、事態は悪化する一方だった。前社長は社員思いで、周りからはとても信頼されていた。仕事に対しても常にまっすぐに打ち込んでいて、誰よりも早く来て、一番遅く帰るのが社長だった。責任感も強く、性格上自分が一番頑張っている姿を見せないといけないと思っていたようだ。しかし、その性格が自分自身を無理をさせすぎてしまい、体を壊してしまった社長は、そのまま帰らぬ人となってしまった。その後は長男が次期社長に就任したのだが、これが全ての始まりだった。社長という肩書きを利用して、社員には高圧的な態度をとり、経営に関することのほとんどは役員に丸投げしていた。それだけでなく、公私混同もひどく、社用車をプライベートで乗り回したり、個人的な買い物や旅行代までを経費で落としていた。そして、いつもその尻拭いをさせられるのはこの私。どう考えても経費では落とせないものも。事務員なんだから何とでもなるだろう。社会人としてそういうところは気を利かせられないとな。などと無茶苦茶なことを日頃から言われていた。極めつけに社長は自分の権限を使い、自らの娘を入社させたのだ。娘の名前はエリカ。この会社に入るまではずっとフリーターだったそうだ。社長が社長ならエリカもエリカで、社長令嬢という自分の立場に甘えて、全然仕事をしようともせず、会社でだらだらと時間を過ごしては、定時になるとすぐに帰っていく。他の社員は毎日忙しく日々を送っているのに、彼女はパソコンでネットを見ていたり、携帯をいじって遊んでいるだけなのだ。それだけでも社員からはかなりの反感を買っていたのだが、エリカの凄さはこんなものではなかった。彼女はかなり男性好きのようで、気に入った社員に積極的にアプローチをしているらしいのだ。仕事をしていても関係なく話しかけるので、業務にも支障が出始めている。誰が見ても
給料泥棒としか言えない彼女に、社員全員が呆れていた。そしてある時、一人の社員が勇気を出して彼女に注意すると、エリカは逆ギレし、社長である父に告げ口をしたのだ。するとその社員は、何も悪いことをしていないのに減給処分を命じられた。その社員はとても優秀で正義感も強く、会社には絶対的に必要な人材だったのだが、この会社の方針に愛想を尽かし退職をしてしまった。そしてこの一件によってエリカに口出しする人は誰もいなくなり、彼女はそれまで以上に調子に乗っていった。同僚だけでなく、上司にまでタメ口で話すようになり、自分勝手な言動も日に日に増えていった。不運にも私は彼女と同い年ということもあり、彼女の話し相手をさせられることが多々あった。ねえ、この辺に美味しいご飯屋さんってない？イタリアンとかがいいかな？どれだけ真剣に作業をしても、彼女はお構いなしで話しかけてくるので、全く仕事に集中できず、はっきり言ってかなり迷惑だった。いつまで経っても仕事が進まない私は、すいません、ちょっとわからないですね。調べてみたら出てくるかもしれませんよ。と片手まで返答していると、彼女は私のその態度が気に入らなかったようで、私に対して嫌がらせをするようになった。備品を隠されたり、大事な書類を勝手にシュレッダーにかけられたりもした。しかし、それだけでは物足りなかったようで、私への悪口も目立つようになってきた。あなた、そろそろ適齢期なんじゃないの？そんな仕事ばっかりしてないで、早くいい相手探さないと。まあ、あなたみたいな底辺は、なかなか素敵な人には巡り会えないとは思うけど、今のままだと一生結婚なんてできないよ。こんなことを言われても、反論すれば社長に報告されるだけだし、相手にするだけ時間の無駄だと割り切ってはいたが、毎日のように言われ続けていればストレスも溜まっていく。そんなある日のこと、ちょっといい加減にしてくれる？あなたが働かないのは百歩譲って我慢するとして、私の邪魔までしないでほしいんだけど、と思わず声を荒げてしまった。すると彼女は何も言い返してくるわけでもなく、にやりと笑い、その場を去っていった。そして案の定、私はすぐに社長室に呼び出された。君、事務員のくせに社長令嬢に偉そうな口を聞くなんて、なかなかいい度胸をしてるじゃないか。社長は私の話を一切聞こうとはせず、淡々と話し出した。もちろん私は今回の経緯を説明したのだが、うちの娘がそんなことするはずがない。と社長は聞く耳を持たない。そして最後には思いもよらない決定を下したのだ。これ以上君がエリカに反論できないように、明日からはうちの娘をお前の上司とする。そうすればもう歯向かう気にはならないだろう。仕事も一切できない彼女が上司だなんて納得できるわけがない。ちょっと待ってくださいよ。いくらなんでもむちゃくちゃすぎませんか？私は
慌てて反論すると、そうか、娘だけでなく私にまで反論するのか。じゃあもう明日から会社に来なくてもいいぞ。社長のこの発言に私は我慢の限界に達した。前社長が社員のために一生懸命育ててくれた会社なのに、この人のせいで全てが台無しだ。こんな社長の下では働くことはできないと思い、わかりました、やめますね。私がそう言うと、そうだね、私もその方がいいと思うな。あんたみたいな反抗的な社員は他の会社もいらないと思うけど、せいぜい頑張ってね。エリカは笑いながら言った。明日にでも会社を辞めたいと思ったが、そんな非常識なことをしてはこの人たちと同じになってしまう。だから私は正式な手続きと引き継ぎを行い退職することにした。しかし最後まで私には平穏な時間は訪れなかった。この会社では退職する人がいると送迎会をするのが恒例になっていたのだが、私の送迎会は開催されなかった。後で話を聞くと、エリカと社長の指示により私の送迎会は禁止ということになっていたらしい。それでも仲の良かった社員が内緒で送別会を開いてくれて、そこでは見事に全員が社長親子の愚痴を言っていた。その様子を見ていた私は、この会社もあまり長くは続かないのではとは思った。短大を卒業してから一生懸命働いてきた会社がそんな風に低迷していくのを見るのは辛かったが、退職する私からしたらもうどうでもよかった。その後私はそれまで付き合っていた彼氏と結婚し、1年後には夫の経営する不動産会社で働くことにした。結婚した当初は町外れの小さな部屋を借りて営業していたが、夫婦で必死に頑張ったことで事業は軌道に乗り、今では駅前に大きな店舗を構えることができた。そんなある日、店に見覚えのある二人が訪ねてきた。以前勤めていた会社の社長と娘のエリカだ。いらっしゃいませと出迎えたスタッフの挨拶を無視し、相変わらず偉そうな態度をとっていた。するとエリカは私のことに気づき、あれ？あんたこんなとこで何やってんの？と話しかけてきた。正直彼女とは二度と話したくないと思っていたのだが、お客様である以上無視するわけにもいかない。私は正直に結婚した後に夫が経営する不動産会社を手伝っていると説明すると、え？あんた結婚できたんだ。と驚きながらそう言った。なるほどね。だからこの店から一切センスを感じなかったんだ。外観も内装も全然ダメ。でもあんたがいるって分かった途端納得できたわ。彼女の口から出てくるのは当時と一切変わらない暴言だけ。当然腹が立つが、店頭で怒鳴るわけにもいかない。私は拳を握り怒りをこらえて、本日はどのようなご用件でしょうかと無理やり笑顔を作る。そんなに焦るなよ。久々に会ったんだから思い出話でもしようじゃないか。
そんな意味不明なことを言ってきたが、こんな人たちとのいい思い出話は一切ないし、仮にあったとしてもする気はない。大変申し訳ありませんが、現在業務が立て込んでおりまして、特に要件がないようであればお引き取りいただけますか？と店から出ていくことを促すと、はあ？何その言い方？あんた接客の仕方も知らないの？でもさ、こんな店で満足してるあんたの旦那もよっぽどセンスがないんだろうね。駅前にあるからちょっと期待したけどがっかりだわ。もしかしてカッコつけてこんないい場所を借りちゃったのかな。そんな背伸びしちゃうと後が辛いよ。この時店内に他にお客様がいなかったのが不幸中の幸いだったが、彼女の声はとても大きく、事務所にいる社員たちにははっきりと聞こえていただろう。すると彼女の声を聞いた夫が事務所から出てきた。そして夫を見た二人は目を丸くして驚いていた。ん？彼女の夫は君だったのか。ご無沙汰しています。お久しぶりですね。実は私の夫は以前勤めていた会社の同僚だったのだ。部署は違っていたので社内ではそれほど接することはなかったが、交際歴は2年以上経っていて、互いに結婚を意識しながら生活をしていた。夫も社長の横暴にはかなり不満を溜めていたのだが、私が退職した後もしばらくは会社に残っていた。自慢じゃないが、夫は営業部のエースで会社には必要不可欠な人だった。私が退職した1ヶ月後に私を追うように彼も退職したのだが、社長から必死に引き止められていたらしい。外観も内装も全然ダメですいません。一応県内には50店舗以上構えているんですけどね。それに特に背伸びはしていませんけどね。正直経営も好調なんで特に悩んでもいません。笑顔でそういう夫は、営業時代に培ったスキルとその人脈を生かし、一気に事業を拡大させていった。彼の能力と人柄は周りからも評価されていて、この界隈でも注目の人物となっている。必死で引き止めた社員がこの1年でさらに飛躍していて、社長も相当悔しかっただろう。顔を真っ赤にして唇を噛みしめている。しかし社長以上に興奮気味だったのはエリカの方だった。なんであんたなんかがケンジさんと結婚できるのよ。ひょっとして会社にいる時から付き合っていたの？彼女はさっきよりも大声で怒鳴り始めた。え？そうですけど、割と長いこと付き合っていたからみんな知ってると思っていたけど、あなたは知らなかったんですね。私は満点の笑顔で彼女に言った。実はエリカは夫にも猛烈にアプローチをしていたようで、社長令嬢という立場を使い、狙った男性社員を食い漁っていたらしい。その中でも営業部のエースだった夫は彼女の本命だったようだ。それでも夫はエリカに一切興味はなく、全くなびくこともなかった。この話は当時夫からも聞いていたので、私自身も知っていた。
何それ、なんで誰も教えてくれなかったのよ。あなたに教えるほど仲良くなかったのではないですか。それにそんなことを告白してあなたの機嫌を損ねたら減給処分になるんですよね、社長。私がそう言い放つと二人は言葉を失い、二人揃って下を向いた。今になって夫を手放したことを後悔しているだろう。そして私は本題に入ることにした。で、社長が本日ご来店されたということは、どこか不動産をお探しということですよね。そう言うと、社長はおどおどしだした。まあ、そうなんだが、今日はちょっと気が変わった。また来るから、今日は帰ることにするよ。と逃げようとしたが、私はそうはさせなかった。まあ、そんなこと言わずにお座りください。と、半ば強引に二人を席に座らせた。そして夫は二人の後ろに立ち、逃さないように監視している。さっきまであんなに大きな態度だった二人は、別人のようにすっかり小さくなっていた。ああ、そういえば社長、オフィスの移転をお考えなんですよね。そう尋ねると、社長の顔色が一気に悪くなった。どうしてそれを？そりゃ、同じ業界にいれば、御社のことも耳に入ってきますよ。むしろ、知らない人の方がいないと思うのですが。すると、ついに社長は観念したようで、ため息をつきながら肩を落とした。実はあの会社は、ここ数年で急激に業績が傾き、かなりの危機的状況だという。まあ、この人が社長なら、こうなることは誰もが予想できるだろう。優秀だった社員も次々と辞めていき、業績の悪化に歯止めが効かない状態らしい。まあ、うちの店に来たということは、少しでも賃料を抑えるためだろう。そして、それだけ状態が良くないということだ。なかなか会社がうまくいかなくてね。と、弱々しい声でつぶやく社長に。それはそうでしょう。あの会社をあそこまで育てたのは前社長であって、あなたは何もしてこなかったわけですから。それだけでなく、かわいいかわいい娘には簡単に役職を与えて、会社を私物化するようなことをしていたら、社員からも業界の人からも愛想を尽かされてるのは当然のことかと思いますよ。すると社長はバンと机を叩いて。うるさい。お前らに何がわかるんだ。それに、お前にはもう関係のない話だ。と、大声で叫んだ。そこで冷静に話し出したのは、夫だった。そうやって気に食わないことがあると、すぐに高圧的な態度を取るんですね。そりゃ社員たちも歩み寄ってこないでしょう。夫は辞めていった同僚たちから、社長の言動を聞いていた。業績が悪くなったことを社員のせいだと言い、日頃からパワハラを繰り返したことで、人材が離れていってしまったのだ。今では社長の会社は、界隈でも有名なブラック企業として扱われている。これまで会社の成長に貢献してくれた人たちに対して、そんな扱いをするだなんて考えられませんね。ああ、これは余談ですが、未払いの残業代って3年間遡って請求することできるんですよ。私は現在、
元同僚たちの相談に乗っていて、御社を訴える準備は着々と進んでいます。もし全員分の請求が認められた場合、どうなりますかね。夫が微笑みながら詰め寄ると、社長は開き直ったのか、突然夫の胸ぐらをつかんだ。さっきからおとなしく聞いてりゃ調子に乗りやがって、ふざけるのもいい加減にしろ。それでも夫は全く動じない。これまで自分がしてきたことを洗いざらい告白された後は逆切れですか。情けないですね。挙句の果てには暴力。そちらがそのつもりなら、私はおとなしく警察を呼びましょうか。そしたらあなたは現行犯で逮捕されて、それこそもう終わりですね。はっと我に返った社長はすぐに手を離した。エリカ、帰るぞ。そう言い残し店を出て行った。その後、夫の言葉通り、元社員たちは一斉訴訟を起こし、裁判の結果、未払いの残業代の請求がすべて認められた。それによって、取引先からの契約はすべて打ち切られ、間もなくして会社は倒産した。あれだけ信頼していた社長が育ててきた会社がなくなってしまったことは、とても残念だが、今度は私と夫で自分たちの会社を育てていき、いつか社長に自慢できたらいいなぁと思っている。それが私たちのできる社長への一番の恩返しだと思っているから。お前みたいなクズはどこ行ってもダメだ。ブラック会社で働く俺は、毎日のように部長から罵詈雑言を浴びせられた。毎日毎日、会社にいる間はずっとだ。もうダメだ。限界だ。心を病んだ俺は、仕事を辞め、田舎に戻り、実家の世話になる。心身を少しでも癒そうと試みるが、上司から浴びせられた言葉が頭から離れない。そのせいで再就職も全くうまくいかないありさま。しかし、ある日、とある女の子との出会いが、俺の人生を変えてくれるのだった。給料分の仕事がやれないのなら、今すぐ会社を辞めちまえ。俺は沢渡一馬。以前俺は医療品メーカーの下請け会社で働いていた。残念ながらそこはブラック企業だった。お前は本当に使えないゴミだな。事務所では毎日のように罵声が響き渡っていた。そして心身ともに疲れ切った俺は、それがおかしいとすら認識できていなかった。今思えば、心を壊して辞めていく人間が多いのもうなずける。お前の代わりなんて5万といる。給料分の仕事がやれないのなら、今すぐ会社を辞めちまえ。部長の言葉は、俺の心を徹底的に痛めつけた。だが俺に退職という選択肢はなかったのだ。逃げ出したいのは山々だった。こんな毎日がいつか終わってくれたらと心から感じていた。しかし、俺は踏み切れなかった。どうしても踏み切れない理由があったのだ。母は俺が小さい頃に亡くなった。だから父は男手一つで俺を育ててくれたのだが、
無理が重なった末、体調を崩してしまう。正直、今の父はまともに動くことすらままならない状態だ。俺が頑張らないと。早く自立しないといけない。そう思った俺は、少しでも父を安心させるべく、今の会社に入った。だが、世の中、そんなうまくはいかない。上京した俺を待っていたのは、ブラック企業での過酷な日々だった。ただただ仕事が忙しく、友達も彼女もできない。それでも罵倒は続くから、どんどん精神的に追い込まれた。自殺を考えたのも一度や二度ではない。これくらいで折れちゃいけない。頑張らないと。しかし、ある日のことだ。俺の心を完全にへし折ってしまう出来事が起きた。クレーム？俺が受注したハンカチに誤った刺繍が入ってしまった。それを知るなり、部長は、よくもやってくれたな、と罵声を浴びせてきた。しかも、運が悪いことに、その取引先は、国内最大手の衣料品メーカー。社長が、うちの製品を気に入ってくれたという理由で、例外的に国内の発注を得ている。まったく困りますよ。一体どうしてくれるんですか？部長と一緒に謝罪に赴いた俺たちは、先方の担当者から早速苦言を呈された。本当に申し訳ございません。ほら、お前も謝れ。部長は俺の頭をつかみ、無理やり頭を下げさせる。幸い、今回限りという形で先方は許してくれた。助かった。俺は九死に一生を得たような気分になったが、部長の怒りは収まる気配なし。お前はクビだ。よくも大恥をかかせやがったな。この手で殺してやりたいくらいだ。会社に戻るなり、部長はそんな風に凄んできた。会社どころか、俺にまで迷惑をかけやがった。そんな奴を会社に置いておく道理なんてどこにもない。ですが。やかましい。クビだ。さっさと出て行け。こうして俺は首を宣告された。しかも、選別と称して、大量のハンカチまで押し付けられる始末だ。そんな、もはやどうしようもなかった。俺に残された道は、クソの役にも立たないハンカチがぎっしり詰まった段ボール数箱を持って、ここから立ち去ることだけ。一体どうしたらいいんだよ。俺は再就職先を探したが、入社一年足らずで辞めた人間への視線は冷たかった。どこも雇ってくれず、アルバイトで食いつなごうとしたが無理だった。気づいた時、俺の精神は壊れていた。そして貯金もゼロになっていた。こっちに戻ってこい。父はそんな俺の変化を敏感に感じ取り、父は電話越しにそう言ってきた。潮時なのだ。俺は嫌でもその事実を受け入れなければならないと感じた。田舎に帰るよ。都内のアパートから立ち退くとき、俺は大量のハンカチをそのままにしていた。捨てるに捨てられなくて、そのままにしていたのだ。
だがそれは挫折の象徴に触れる勇気を持てなかっただけなのだろう。帰ってきた。こうして俺は田舎に戻ってきた。挫折感に満ち溢れて帰ってきたわけだが、地元の田園風景は俺の心を癒してくれた。帰ってきて正解だった。俺はぼんやりとそんな風に思いながら歩き出し、ん?あることに気づいた。10歳ぐらいの女の子が倒れているではないか。近くには自転車があるから、おそらくは転倒してしまったのだろう。大丈夫?俺は慌てて駆け寄る。そして傷口を洗い流すと、例のハンカチを取り出して止血した。ありがとう。でもハンカチ、血で汚れちゃった。女の子は気まずそうな表情だったが、俺は苦笑する。そして、気にしないでよ、と告げた。捨てるに捨てられないハンカチを自分で使っているだけなのだから。しかし君、こんなところで一体何をしているの?一段落したタイミングで、俺は素朴な疑問をぶつける。彼女の制服は見慣れないものだし、時間帯を考えると登下校とも思えない。一体彼女は何者なのだろうか?お父さんとお母さんは?続いて、俺がそう聞くと、女の子は泣き始めた。かなり込み入った事情があるらしい。だから俺は、彼女が落ち着くまで待ち、その上で話を聞いてみる。彼女の名は、あかね。もともと、東京の小学校に通っているらしい。お母さんが病気になって。あかねの母は、その実家がある近くの病院に入院しているそうだ。東京では二人で暮らしているとのことだが、残念なことに、父は仕事が忙しいという。そのせいで、早朝から深夜まで一切家に戻れず、病院にも、週一で通えるか通えないか。母に会いたい。その強い気持ちに突き動かされた茜は、学校をサボって病院に向かおうと決意した。信じられないことだが、彼女は自転車で20キロ近く走ってきたのである。さすがにこれはまずいよ。俺は胸を動かされながらも、同時にまずいと感じた。父親の連絡先は知らないそうだし、ここに怪我したまま放置もできない。ただ、母親が入院している病院は近くにあるそうだ。よし、じゃあお母さんのいる病院へ行こう。いいの?人ごとには思えないからな。俺は小さい頃に母を亡くしている。それが理由かどうかはわからないが、茜をこのまま捨ておけないと思ったのは事実だ。彼女のために何かしてやりたいと強く感じた。俺は茜を病院まで案内し、その受付で事情を説明する。そして、変な疑いをかけられないうちに立ち去ろうとした。お兄ちゃん、ありがとう。去り際、茜はいつまでも俺に手を振っていた。その姿は、傷ついた俺の心に深く染み渡った。だが、俺にできることは、茜の母親の回復を祈ることだけ。
はあ。ワンクッションを挟む形になったが、俺は実家に戻った。そして就職活動を始めたわけだが、残念ながら都内以上に地方の働き口は少ない。正社員どころかアルバイトさえまともに見つからない始末だ。自分に自信も持てなかった。大きな失敗をやらかし、地方に逃げ帰ってきたという後ろめたさ。お前はどこ行ってもダメなクズなんだよ。さらには部長の言葉も頭から離れない。その結果、自尊心を取り戻せない俺は、フリーターまがいの生活を余儀なくされる。このまま腐っていくんだろうな。玄関のチャイムが鳴ったのは、そんな諦めの気持ちが芽生え始めた頃だ。お兄ちゃん、私だよ。信じられないことだが、茜が俺の家を訪ねてきたのである。俺は、茜ちゃん、と困惑しながらドアを開けたが、さらに驚くことになる。え、あなたは。茜の隣には高級スーツを着た男が立っていた。俺は彼が何者かを知っている。俺がやらかした大口取引先の社長だ。娘がお世話になったようだね。いえ、とんでもないです。深々と頭を下げた上で、社長は事情を語ってくれた。茜が学校に来ていないという連絡を受けてはいたが、彼は多忙が理由で気づかなかったそうだ。だが妻から、あの子はここにいるという連絡を受けて仰天。強烈な不安感に苛まれたという。怪我をしていると聞いたとき、私は頭がおかしくなるんじゃないかと思ったよ。まさか茜が一人で病院に行こうとするなんて、全く想像できなかった。社長は苦々しい口調で続ける。茜に寂しい思いをさせてしまった。父親失格と言われても無理はない。重苦しい空気が流れ始めたから、俺は、なぜ俺だと分かったんですか?と話題を変える。それは、俺の素直な疑問でもあった。受付で教えてもらった名前と、茜の足に巻かれていたハンカチだよ。あのハンカチはいろいろと、いわくつきのものだからね。なるほど。俺が事情を説明すると、社長は、それならうちに来ないか?と提案してくれた。ありがとうございます。でも、そこまでしてもらうわけには。構わないよ。実を言うとね、私は以前から君のことを買っていたんだ。仕事ぶりは丁寧だし、あの部長の下で耐える精神力も素晴らしいと思った。俺はこの瞬間、初めて社会人として褒められたような気分になった。ようやく一人の男として認められたのである。こうして俺は転職することができた。前職と違って、怒鳴ってくる上司はいないし、社内の空気も自由だ。だから俺は、のびのびと仕事をすることが可能だった。戻ってこれたんだな。東京での生活、いわば出戻りだから不安もあったが、あの頃とは何もかもが違っていた。しかも、社員寮まで用意してくれたから、社長にはもう感謝の言葉すらない。
茜の母親は無事に退院した。彼女との親交は今も続いている。ある日、俺は茜から送られてきた写真を見て声を上げた。ランドセルにあのハンカチをつけてくれていたからだ。そっか。この瞬間、俺にとってのあのハンカチは意味合いを変えた。忌々しい挫折の象徴から、新しい出会いをもたらしてくれた希望に変わったのである。参ったな。やがて大原は左右に女性をはべらせ、好き勝手に言いたいことを言い始めた。当然、所在なさげな時間を過ごしている俺は、格好の標的となってしまった。ん？ただただ罵倒に耐えるしかない時間。永遠とも思える地獄の中、俺は背後からどよめきが聞こえてきたのに気づく。ブロンド髪の美しい女性が店に現れたのだ。彼女がまとった雰囲気は特別なもので、素人目にも芸能人なりモデルと感じられるもの。そうだ中卒、お前が行ってこいよ。え？ナンパしてくるんだよ。行きたくないのか？すっかりアルコールが回っている大原は、もはや俺に対する悪意を隠そうともしない。さも当然のように侮辱の言葉を口にしている。でも、中卒でも英単語くらいはわかるだろう？いいから行けって。俺は難色を示したが、大原は全く聞く耳を持たない。残念ながら、彼の言う通りにするしかなさそうだった。だがこの後、清掃員とか工場の仕事とかそれぐらいしか無理だろうけど、斡旋はしてやれるぜ。俺は柊木義雄、どこにでもあるような家庭に育ち、何不自由ない幼少期を送った。だが、父が交通事故で急逝したことによって、俺の人生はめちゃくちゃになってしまう。大きな喪失感を味わった俺は、全く勉強ができなくなり、抗いようのない無気力に襲われてしまう。父がいなくなって初めて、俺は自分にとって父がどれだけ大きな存在だったのか知る。心に大きな穴が開いてしまった気分だったし、何をするにも不安で、何をする気にもなれなかった。俺は何もできないんじゃないだろうか。父を亡くして以降、俺はそんな不安を抱え続けた。父がいたから、父がいてくれたからこそ、俺はいろいろなことに挑戦できた。いつも父が見守ってくれる環境で生活していたから、俺は安心して暮らすことができた。二度と戻れない状況に陥って初めて、俺はそんな風に思い知らされた。ただ、俺には母と小学生の弟がいた。悲しんだり絶望するのは勝手だが、誰かがこの二人を支えなければならない。しかし、一家の大黒柱こと、父はもういないのだ。高校を辞めて働いたら、少しは生活を楽にできるかな。だから俺はそんな風に考えた。そして行動に移し、10年という歳月が過ぎた。みんな元気にしてるかな。俺はこの日、小学校の同窓会に参加していた。だが俺は嬉しい気持ちでもなければ楽しもうという姿勢にもなれない。小学生時代は理不尽ないじめを受けていたからだ。やあ！
歓談する元クラスメートたちをよそに、俺は一人隅っこへ。だが、そんな気持ちを踏みにじるような奴がいた。久しぶり、元気してたか？小学生の頃、俺をいじめていた主犯格の大原だ。外見は確かに年齢を重ねているが、その軽薄な感じは今も変わっていない。それでさ、中卒って本当なの？今はテレビ局に勤めているという大原。彼は世間話もそこそこに、そんな風に切り出してきた。ああ、いや、高校には行ったんだけどさ、いろいろあって中退しちゃったんだよ。中退？今時珍しい奴もいたもんだな。大原の口調からは、俺を露骨に見下す感情が見て取れる。これも当時と全く変わっていない。中卒だと働き口も見つからないだろう。清掃員とか工場の仕事とか、それぐらいしか無理だろうけど、斡旋はしてやれるぜ。地方テレビ局の社長をやっているという大原。そんな彼からすれば、俺ごとき見下されて当然なのだろう。彼の言葉の端々からは、どこまでも品性下劣な感情が見え隠れしている。はぁ、あ。大原が去った後、俺は小さくため息をつく。こうなるから来たくなかったのだ。さっさと帰ろう。俺は来たことを後悔し始めていた。だから頃合いを見て帰ろうと思ったのだが、勢いのまま二次会にも参加してしまう。二次会の場所は多国籍バー。大原はここの常連らしく、全く臆することなく外国人の女性に話しかけていた。参ったなぁ。やがて大原は左右に女性をはべらせ、好き勝手に言いたいことを言い始めた。当然、所在なさげな時間を過ごしている俺は、格好の標的となってしまった。ん？ただただ罵倒に耐えるしかない時間。永遠とも思える地獄の中、俺は背後からどよめきが聞こえてきたのに気づく。ブロンド髪の美しい女性が店に現れたのだ。彼女がまとった雰囲気は特別なもので、素人目にも芸能人なりモデルと感じられるもの。そうだ中卒、お前が行ってこいよ。え？ナンパしてくるんだよ、行きたくないのか？すっかりアルコールが回っている大原は、もはや俺に対する悪意を隠そうともしない。さも当然のように侮辱の言葉を口にしている。でも中卒でも英単語くらいはわかるだろう。いいから行けって。俺は難色を示したが、大原は全く聞く耳を持たない。残念ながら彼の言う通りにするしかなさそうだった。こっちへ。俺は女性に視線を向けると小さく手招きをした。すると彼女は素早い足取りで俺に近づいてくるではないか。え？当然大原は何が何だかわからない様子だ。彼の取り巻きもみんな困惑の表情を浮かべている。君のことをナンパしろってさ。私を？面白いこと言う人もいるのね。俺たちは英語でやり取りする。しかも流暢な英語だったから、大原や取り巻き連中の困惑はますます強くなった。久しぶりね。あなたにもずいぶんいじめられたものだわ。そう言いながら大原に迫る女性。彼女は俺同様、小学校時代、
大原から陰湿ないじめを受けていた美咲だ。ハーフゆえ日本人離れした風貌、アメリカから引っ越してきたばかりのため拙い日本語、それは大原にとってまたとない標的だった。そうか、悪かったな。しかし綺麗になったよ、お前は。まあ座って。動揺しつつも必死で取り繕う大原だが、美咲は決して座ろうとはしなかった。俺今はテレビ関係の仕事してるんだよ。お前は何してるんだ？モデルだけど。そうか、だったらこれも何かの縁だな。仕事の話をしないか？いろいろ触れる案件があるかもしれないから。媚びを売る大原、しかし美咲が彼に向ける視線はどこまでも冷ややかなものだった。話すことなんて何もない。そんな冷たいな。私はビジネスパートナーの社長を迎えに来ただけ。美咲はそんな風に言いながら俺の腕に自分の腕を絡ませてくる。嘘だろ、そんな中卒が社長。悪いな、お前に同業者だってバレたくなかったんだよ。父親を亡くした俺は心身ともに打ちのめされた。そんなタイミングで連絡をくれたのが美咲だ。彼女は自分と同じようにいじめられている俺に共感してくれていたのだ。仕事ならあるから。一体どうやって俺の連絡先を知ったのかはわからない。だが彼女はそんな風に言ってくれた。美咲の父はモデル関係の会社を経営していた。そのため力仕事や事務仕事を片付ける人間が一人でも多く必要だった。そこに俺も組み込まれた次第である。仕事柄会社にはいろいろな国の人間が出入りしていた。だから俺は進学を諦めた代わりに多種多様な言語を身につけた。そして単なる末端社員からマネージャーに昇進し、出版社やテレビ局との関わりも増加。やがて俺は社長からとある打診を受けた。新しい子会社のトップ、要するに社長になってはくれないかと。わかりました、お受けいたします。断る理由なんてどこにもない。俺を救ってくれた社長の頼みを聞かない理由がどこにあるのだろうか。こうして俺は子会社の社長となった。さらにはモデルとして美咲も所属することに。悪いんだけど、私はひどい人間性の相手と仲良くはしない。まず何より、私はあなたのことを許していないし、許す気もないから。強い口調で言い放つ美咲。大原はふざけんなよと大声を上げたが、慌てて周囲から制止された。よくも俺にそんなことを言えたな。ただで済むと思っているのか。もうやめろよ。お前は関係ないだろ。激高する大原だが、俺は関係あるんだよと吐き捨てる。お前さ、番組に出たモデルやタレントに手を出してるだろう。それが何の。俺たちはお前の嫁さんと知り合いなんだよ。だ絶句する大原に対し、俺はスマートフォンを見せた。お前の嫁さん、お前があちこちの女に手を出すもんだから調べてくれと俺たちに連絡してきたんだよ。まったく恥ずかしいやつだ。俺が今回同窓会に来た理由は、大原の動向を確認するためだ。大原は今日も複数の女性に声をかけていた。このスマートフォンの中にはその揺るぎない証拠が収められている。写真は全部撮らせてもらったよ。残念だけどな。ストーカーかお前は。
平成、今すぐ消し上がれ。悪いがもう遅らせてもらった。そんな。顔面蒼白となる大原。そんな彼に対し、美咲は因果応報よ、と痛い一発を食らわせた。行こう。え？言いたいことを言った。やるべきことも済ませた。だから俺たちは早々に店を後にする。数日後、某テレビ局のお偉いさんが女性タレントと浮気していたことが週刊誌で報じられた。ただ俺たちは大原の奥さんから離婚する旨を聞かされていたから、留飲こそ下げたが驚きはしなかった。いい気味よ、まったく。週刊誌を読んだ美咲はそう言った。大原の一件は彼の女性問題だけでなく、タレントやモデルに対する暴言も報道されていた。要するに彼はもう終わりなのである。でもすっきりした。大原は膨大な額の慰謝料を各所から請求されるだろう。離婚もしているから彼の手元に残ったのは学歴だけ。悲惨な末路だが、これは大原が自分で引き寄せた結末なのだ。あとは楽しい話をしましょう。そうだな。実を言うと、俺たちは交際している。俺たちの関係はすでに恋人から婚約者にステップアップしており、結婚式の時期も半年ごと確定していた。俺たちは今回過去の悪縁からようやく逃れることができた。あとはもうどんどん幸せになるだけだ。今までずっと苦しんできたのだ。だったらこれから先の人生はきっと幸せに満ち溢れているはずなのだから。贅沢を覚えた人間が庶民の生活を送るのは過酷だった。当然うまくいくはずもない。両親は身の振り方を一切変えなかったから、猛烈な勢いで借金だけが積み重なった。やがて俺は二十歳になった。父から少しいいかと呼び出されたのはそんな時である。今付き合っている女はいるのか？え、いないけど。それならお見合いに行ってはくれんか。お見合い？でもこの人は。だが当時の俺は彼女が父の会社が傾く原因を作った大企業の社長令嬢であると知るなり困惑した。確かに彼女は美人だし、卓抜した経営センスだって有している。こんな人が世の中にいるのか。俺はそんな風にさえ感じてしまい、お金を渡したら、あなたは私の前から消えてくれるのかしら。俺は小林雅人。御年60歳を迎えた俺は、製薬会社の社長をやっている。妻の里美は、俺よりも一歳年上。だが、その美しさは、今も全く衰えていない。里美がいてくれたから、彼女がいてくれたからこそ、俺は社長として成功することができた。そして里美は、俺の人生を信じられないほどに彩ってもくれた。里美と出会った頃、俺は、とんでもない貧乏だった。俺の父は
20代の頃に製薬会社を立ち上げ、その後しばらくは順調な経営だった。小さい頃は俺もいい暮らしをさせてもらっていたと思う。母はいつも高級ブランドの服で着飾っていた。家事なんてすべて家政婦に任せきり。父は優秀な経営者である一方、社交界にも出入りしていた。そこで上流階級の人間とのつながりを持つことにも執着していた。だが何もかも変わってしまったのは高校3年の夏だ。父の会社は大手企業の業界参入によってシェアのほとんどを奪われた。ガタ落ちする売り上げ、延々と続く赤字、大打撃を受ける家計。私立なんてやめて学費の安い大学に変えるよ。差額は会社のために使って。俺はそんな風に訴えたが、父は一切聞き入れることはなかった。ただ予定通り私立の大学に行けと繰り返すだけ。挙句の果てには私立の大学に行かないのなら勘当するとまで言い始めた。俺の将来、周囲に対する見え、俺に対する物言いはそれらが入り混じったものだったのだろう。わかったよ。俺に拒否権はなかった。だから俺はひたすらに勉強し、見事第一志望の私立大学に合格した。やったな。頑張ったわね。両親は我がことのように喜んでくれた。だが代償は大きく、俺たちはこれまでとは真逆の質素な生活を強いられるようになる。贅沢を覚えた人間が庶民の生活を送るのは過酷だった。当然うまくいくはずもない。両親は身の振り方を一切変えなかったから、猛烈な勢いで借金だけが積み重なった。やがて俺は20歳になった。父から少しいいかと呼び出されたのはそんな時である。今、付き合っている女はいるのか？え、いないけど。それなら、お見合いに行ってはくれんか。お見合い？お見合い相手、それこそが後の妻となる里美だった。でもこの人は、だが当時の俺は彼女が父の会社が傾く原因を作った大企業の社長令嬢であると知るなり困惑した。確かに彼女は美人だし、卓抜した経営センスだって有している。こんな人が世の中にいるのか。俺はそんな風にさえ感じてしまったほどだ。これまで多くの男が里見に求婚したが、全員が例外なく断られた。見かねた父親が今度お見合いパーティーを開く。お前はそこで里見に求婚するんだ。父はそう言った。正直むちゃくちゃである。こんなことになる原因を作った
会社の社長令嬢との結婚。屈辱以外の何者でもないし、向こうには一切のメリットがない。無理言わないでよ。第一、普通に考えて、俺と里見が結婚できるわけがない。天地がひっくり返っても無理だろう。あまりにも差がありすぎる。俺が言っても大恥をかくだけじゃないか。嫌なのはわかっている。でも会社の経営を立て直すにはどうにかしてパイプを作るしか方法がないんだ。結婚できなくてもいい。でもせめて何かしらの交渉でも。父は頼むと土下座して頼んできた。恥も外聞もない様子だった。受験同様、こうなってしまっては断りたくても断れない。そうは言うけどな。こうして俺は OK した次第だが、一体何をどうしたらいいのか見当さえつかない。お見合いパーティーには金を持っている上に、海船山船の連中が来るだろうから、俺なんかでは交渉どころか自己紹介の時間さえ与えられない可能性がある。そうだ。考えに考えた末、俺はあることを思いついた。あえて汚いスーツでパーティーに行ってやろうと思ったのだ。やっぱりだ。当日会場に到着した俺は、予想が正しかったことを知る。どいつもこいつも高級品のスーツや靴で身を固めているではないか。当然そんな状況だと、薄汚い俺は目立ちに目立った。あんたね。やがて里見が会場に現れると、彼女は群がってくる金持ちどもを押しのけつつ俺に接近。その様子を見ながら、俺は作戦が成功したことを察した。あんたも私と結婚したいの？鋭い視線。ただものではないと俺は思ったが、ここで引いてはいけない。いえ、金目当てです。隠しても仕方ないから、俺はそのことをはっきり告げた。だが帰ってきたのはいくらというものだ。え？だからいくら必要なのって聞いてるの。言ったらいただけるんですか？俺の問いに対し、里見はお金を渡したら、あなたは私の前から消えてくれるのかしら、と辛辣な一言。私はあんたなんかと結婚する気ない。こんなどうしようもないパーティー、さっさと終わりにしたいし、客が一人減るんなら金なんていくらでも出してあげる。ほら、金額を言いなさいよ。信じられないほどに傲慢な態度。ここまで尊大な物言いは初めて見た。金。その金とやらのせいで、俺たちがどれだけ困っているか彼女は知らない。第一、俺たちが苦しんでいるのは、里見の父親の会社が挨拶もなくやってきたからだ。いえ、やはり結構です。どうして？お金が欲しくないの？
あなたのような人から施しを受けることが耐えられません。何よその言い方。第一ね、これは施しなんかじゃない。金をやるから消えろって言ってるだけよ。俺はお金のありがたみを知らない人間と取引なんて不可能です。と吐き捨て、そのまま会場から立ち去った。もう一秒もこの会場にいたくなかった。仕方ないさ。帰宅した俺が事情を説明すると、父はそう言ってくれた。てっきり殴られると俺は思ったが、どうやら父は俺の気持ちを察してくれたらしい。だが、父の会社の経営状況は一向に改善されなかった。自分たちだけでどうにかできるレベルではなかったのである。どうしたらいいんだ。どうしたら。文字通り絶望的な状況。だが、そこに助け舟を出してくれたのは、信じられないことに、里美だった。え、あの人から?例のパーティーの数日後、里美から父に連絡が入った。何でも、経営する美容機器会社のビジネスパートナーにならないかと打診してきたという。よかった。これで倒産しないで済む。よかった。父は嬉し泣きしていたが、俺は心に引っかかるものを感じていた。はい、そうですかと素直に喜ぶ気にはどうしてもなれなかった。どうしてだ?あの時、俺は里美に無礼な言葉を浴びせた。別れ方だってほとんど喧嘩のような感じだったと思う。何かしらの制裁を加えられることはあっても、助けてくれるとは到底思えない。半年後、父の会社の経営がひとまず安定したタイミングで、俺は里美との再会を果たす。あ、久しぶりに見る里美。パーティーの時とは打って変わって、今は清楚という言葉が似合う格好だ。ドレスではなくスーツを着ている。今日はちゃんとした服なのね。俺に気づいた里美は、そんな風に言いながら近づいてくる。どうやら俺のことを覚えてくれているようだ。この間はごめんなさい。続いて、里美は俺に対して謝罪した。彼女は深々と頭を下げる。え?あなたのお父さんや家庭の状況を全く知らなかった。本当にごめんなさい。この後、俺たちは喫茶店に移動した。そこで面と向かって話し始めたのだが、そんなことが、里美が語った内容は衝撃的なもの。先日のパーティーの後、里美は俺が何者なのか調べたという。当然、その過程で父の会社についても知った。どうしてあなたが金をくれと言ったのか、そこで理解したの。里美は自らの言動を深く反省した。そして自分たちの会社が俺の会社を
潰しそうになっていることに責任感も覚えたらしい。そして何か罪滅ぼしができないかとも考えた。その結果、彼女は自分の父親に働きかけた次第。俺の父の会社が救われた背景はこんなものだったのだ。あなたが正しかった。私、お金のありがたみを完全に忘れていたの。嫌な気持ちにさせてしまうけど、私は生まれてからずっとお金に困らなかった。だから、あの時、あなたから言われて、ようやく気づけた。謝らなきゃいけないのは、俺の方です。初対面であんなことを言って、湿った空気になり始めたので、俺は、そういえば、と話題を切り替える。この間のパーティー、いい人は見つかったんですか？いたわ。一人だけね。でも、途中で帰っちゃった。途中で帰ったって。そう。あなたのことよ。あなたのことよ。それが何を意味しているか察した俺は、思わず心臓を高鳴らせてしまう。それって、そういうこと。私はあなたと結婚したい。突拍子もない形だが、こうして俺たちは付き合い始めた。ただ交際を始めて分かったのだが、俺たちはただお互いを好きになるだけではなく、二人で切磋琢磨して高め合える関係になれたのだ。翌年、俺たちは結婚した。俺は大学を出た後、迷うことなく父の会社に就職。35歳で副社長となり、その9年後、45歳の時に社長となる。一方、里美は引き続き脱腕を振るい続け、そのエネルギッシュな姿はいつも俺に力を与えてくれた。里美が一緒にいてくれたからだよ。ありがとう。それはお互い様でしょ。間もなく隠居という頃合いだ。だが俺は仕事から距離を置くようになっても、里美と一緒に引き続き高め合って生きていきたいと思っている。家が貧しかった俺は、中学を卒業後、進学はせずに働きに出ることにした。当時、そんな俺を雇ってくれたのは、小さな町の家具屋だった。未経験だった俺を、店主の松崎さんは、一から丁寧に仕事を教えてくれた。学もない俺を、こんなにも面倒を見てくれる松崎さんに恩を返したいと思い、俺は一生懸命に働いた。いつしか俺も一人前になり、会社の規模も年々成長していった。仕事も順調にいっていたかと思っていたある日、突然事件が起きた。君は中卒だったが、よく働いてくれたよ。まあ、いなくなってしまうのは残念だがな。突然の首宣告だった。社長は変わってしまった。俺に教えてくれたお客さんを大切にすること、何事も基本を大事にすること。その大切さを忘れ、会社が大きくなってきた頃から、社長は好き放題やるようになってしまった。しかし、この会社の未来がどうなるか分かっていた俺は、その宣告を抵抗することなく受け入れた。社長はなぜ変わってしまったのですか？
俺の名前は榊裕二。年齢は今年で45歳になり、大手家具メーカーに勤めている。俺の家には父親がいなかったため、母親が一人で頑張って俺のことを育ててくれた。俺は小学校の頃から自分の家が貧しいことは理解していた。母親はいくつもの仕事を掛け持ちし、朝から夜遅くまで働いていたのもあって、子供ながらも気を使ってしまい、あまり甘えることはできなかった。学校から帰っても母親はおらず、一人で家で過ごすのは寂しかったのを覚えている。中学生になると、周りの同級生たちは小学校の頃より俺のことを腫れ物扱いするようになってきた。貧しいということで、普通じゃないというレッテルを貼られ、距離を取られたり、意地悪をされるようになったのだ。しかし俺はそんなことは気にせず、中学に通いながら新聞配達のアルバイトをしていた。新聞配達のアルバイトは、きちんと認められれば中学生でも合法的にお金を受け取れる手段の一つだ。しかし、そのことを知っている同級生はほとんどおらず、違法だと言われ、さらに俺に対する風当たりは強くなっていった。俺の一日は明け方から新聞配達をし、その後は学校に行って、帰ってきてからは課題や母親に代わって家事をする。文字通り、寝る暇もないような日々を送っていた。そんな慌ただしい日々を送りながら、気づくと進路を決める時期になっていた。先生からは、成績も優秀だと認められ、奨学金をもらいながら、公立の高校に進学することを勧められた。しかし俺の中では、高校に進学せずに、卒業後は働きに出ることを決めていた。そして、同級生たちが高校生になる頃、俺は近くの商店街にある家具屋で働くことになった。高校生になった同級生たちは、俺のことを貧しいからと言って馬鹿にしてきた。そしてそれは、卒業してからも変わらなかった。俺が中卒のアルバイトとして働き始めてから、わざわざ通学路でもない商店街に来て、俺の職場へと冷やかしに来るようになったのだ。直接手をかけてくるようなことはしなかったが、学校に行かなくていいのか？貧乏だと大変だな、と店の前を通りながら俺に悪口を言ってくる。そのまま馬鹿にするような笑い声を上げながら去っていくそいつらの背中を見て、俺はショックを受けるよりも逆に負けないという気持ちが強くなっていった。働き始めた頃は、掃除や接客などの単純な作業ばかりだったが、接客をしていると次第にお客さんとも仲良くなり、いろいろな話をするようになった。どうしてこの店に来たのか、誰のためにプレゼントを探しているのかなど、型にはまった接客ではなく、お客さんの事情を知って深く接客するようになっていった。それでも自分だけで対応するのは難しいこともあり、松崎さんに頼ることもあったが、できるだけ自分で対応するように心がけた。そして、接客の際にしっかりヒアリングし、お客さんにとって役立つ提案ができるよう試行錯誤するようになった。そんな日々を過ごしていくうちに、俺はお客さんの要望を形にしてみたいという願望を持つようになり、新しい商品の開発にも携わりたいと思うようになっていった。松崎さんに自分の気持ちを伝えると、それを認めてくれ、俺は商品の開発を一緒にするようになった。実際にお客さんからの要望と自分の考えをもとにして作られた商品が出来上がった時、俺は自分のアイデアが形になる喜びを知った。そして、その商品が売れ、お客さんからの感想を聞いた時に、俺の仕事への思いはさらに強くなっていった。俺はその後、自分のアイデアをもっと多くの人に届けたい、もっと多くの人を喜ばせたいという思いを抱くようになり、商品開発だけではなく、
次はマーケティングにも興味を持つようになった。それからというもの俺は、市場の動向や消費者のニーズに意識を向けるようになった。いつ、どんな商品が売れていくのかを感じ取れるようになると、それらがなぜ売れるのか、注目されるのかを注意深く分析する。そして、それらを自転の商品にどう落とし込むかを常に考えるようになった。進学しなかった俺には専門的な知識はなかったが、そこは独学で知識を得るよう努力していった。そんな俺を周りの人たちは評価してくれ、支えてくれたことでさらに努力を積み重ねていった。次第に俺は家具のデザインスキルと販売戦略を設計する力を高めていった。その後、俺は自信を持って商品を提案し、顧客との信頼関係を築いていくと、人から人へと同業他社の間で噂が広まっていった。そしてある時に SNS で俺の商品が紹介された。独創的でありながらも実用性を兼ね備えている。あるインフルエンサーに評価されたことで、俺のデザインした家具への注目は一気に拡大していった。俺は商品を開発する際、見た目だけではなく、機能性も重視していた。その背景には、俺自身の人生が大きく影響している。どんな世代でも、どんな金銭状況でも、その暮らしを豊かに感じられるようにしたかった。こうして俺のこだわり抜いたデザインの商品は、着実に消費者に広まっていき、商店街にあった小さな家具店は、いつしか誰もが知る大型の家具専門店へと成長を遂げていった。俺がここまで店と共に成長できたのは、松崎さん、今ではこの会社の社長が、俺の学歴を問わず、一緒にお互いに尊敬し合いながら、俺のやりたいようにやらせてくれたからだと思っている。しかし、会社が大きくなるにつれて、その関係性に変化が起こり始めてしまった。俺自身、今ではこの会社の立役者となり、社内でも注目される存在となっている。それを松崎社長はあまりよく思っていないようだった。社長自身の立場が俺の存在によって危うくなってしまうと感じていたのだろう。そんな社長は、今では自分の地位を守るべく、俺と距離を取るようになってしまったのだ。社長はきっと俺が嫌いだからといった単純な理由ではなく、会社の発展に集中するために無駄なリスクを避けようとしていたのかもしれない。しかし社長にとっては俺が力を持って反抗してくるかもしれないといった懸念があったのも間違いないと思う。その後も微妙な関係は続き、俺がどんな成果を出しても評価しない社長との関係は修復困難な状況にまでなってしまった。かつては俺を認めてくれ、そして共に苦労を分かち合ってきた仲間同士だったのに、俺は社長に自分の成長を喜んで欲しかったのに、その願いはもう叶いそうにない。俺は仕事をしながらも、どこか寂しさを感じるようになった。しかし今では、そんな自分の都合で仕事をいい加減にすることはできない。俺は寂しさや喪失感を抱えながらも、自分の役割を果たすべく、日々仕事に励むようにした。そして、社長の経営方針も、昔とは変わっていった。商店街で家具店を営んでいた頃は、お客さんのことを一番に考えること、基本的な仕事ほど重要だということを教えてくれた。その教えが今の俺の中では、芯となっている。しかし社長は、あの頃のようにお客さんと接することもなく、現場を離れる立場になってしまった。従業員との関わりも少なく、今では会社の利益のみを追求するようになってしまった。昔のように社会のため、お客さんのためのような理念で商品を作るようなことはしなくなってしまったのだ。そして社長の経営方針の変更で、会社の体制も大幅に変更することになった。その中で、社員の人員配置まで変更されることになったのだが、
配属先の整備という名目で左遷される人や、人望のある優秀な社員でも理不尽な理由でリストラされるようになった。その中には、社長の自分のやり方に賛同しないからという理由で左遷される者もいた。自分の権限を好き勝手に行使するようになり、社内では社長の心象は失墜していった。また、この評判は社内だけにはとどまらず、社長によりリストラされ、他社へと転職していった者たちにより、業界にその噂は広まっていった。そんな中、今まで社長から避けられ続けてきた俺は、突然社長室に呼び出された。このタイミングで呼び出されたことに、内心動揺していた。失礼します。社長のことをどこかで信じていた俺は、覚悟を決めて社長室に入った。しかし、榊、どうしてお前は出世できないかわかるか？社長と対面したと同時に突然質問された。社長はじっと俺のことを見ながら黙っていたが、突然だったため俺が答えに詰まると社長は続けて話し始めた。しかし、それは耳を疑うような言葉だった。それはな、お前が中卒で頭が悪いからだよ。その瞬間、俺の中でわずかに残っていた社長への期待は崩れ去っていった。この時、社長はあの時とは変わってしまったのだと確信した。しかし俺はショックは受けたものの、今俺が言わなければならないと思った。このままでは、今この会社で働く社員たちやクライアントにも迷惑がかかることが起こってしまうかもしれない。俺は今まで思っていた正直な気持ちを打ち明けた。社長はなぜ変わってしまったのですか？あの頃、社長からお客さんを大切にしろと教えられてきました。それは人を大切にしろということですよね。それなのに、今の社長は私たち社員を仲間どころか人とさえ見てくれていないように思います。これは俺だけの言葉ではない。左遷にあった者やリストラにあった者たちも口にしていた言葉だ。しかし皆、自分がこれ以上の被害に遭わないために訴えることができない言葉だった。俺はそんなみんなの気持ちを代弁し、俺自身の気持ちも懸命に伝えたのだが、社長には刺さらなかった。社長は俺が言葉を発していくたびに改心するどころか怒りの症状を見せてきた。そして社長の口から出た言葉は俺への首宣告だった。社長は冷たい目をしながら続けていった。君は中卒だったがよく働いてくれたよ。まあ、いなくなってしまうのは残念だがな。後になって知ったのだが、俺たちのこのやりとりは、部屋の外にも、社員たちにも聞こえていたようだ。俺が社長に物申したこと、そして解雇処分を受けたこと、それらが同僚たちの耳にも入ってしまった。その中には、俺が面倒を見ていた後輩たちや、同じプロジェクトで一緒に頑張っていた社員たちもおり、みんな俺に辞めないでほしいと訴えてきた。そのみんなの気持ちはとても嬉しかった。しかし、実際に社長から首を言い渡されると、ショックというより悲しい気持ちになった。ここ数年の社長を見ていれば、いつかこんな日が来るかもしれないと思っていた。俺はそのために会社に依存することなく自分の力を磨き上げてきた。俺は心の中で気持ちを落ち着かせ、一言だけ社長に返した。今までお世話になりました。こんな理不尽な解雇に普通なら暴言の一つも言っていいのかもしれないが、俺はその宣告を抵抗することなく受け入れた。
俺が解雇を受け入れたことはすぐ社内で広まった。社長の傍若無人な振る舞いに怒りをあらわにする者もいれば、俺が冷静な対応をしたことに感銘を受けた者など、みんなの反応は様々だった。ただ皆、俺のことを思ってくれての反応なのだと思い、心から嬉しかった。そして一ヶ月後、俺は会社を辞めた。それから数ヶ月後、その頃の社長は新たな問題に悩まされるようになっていた。台頭してきたライバル業者たちによる業績の悪化だ。そのライバル会社というのも今まで認知すらしていなかった新しい会社だった。その会社は規模も社員数も松崎社長の会社の半数にも満たず、知名度でも到底かなわないような会社だった。それなのに突然その会社は業界でも注目されるようになったのだ。松崎社長の会社だけではない。老舗の家具専門店各社はその勢いに追い越されまいと焦り始めていた。そしてその会社がなぜ突然そんな急成長を遂げたのかと疑問に思われるようになった。老舗家具メーカーは昔からの伝統を重んじる傾向が強い。それが今まで業界の競争に打ち勝ってきた秘訣でもあるし、それが現代のニーズに必ずしも合わないというわけでもない。しかし、その会社は伝統的な技術やデザインの良さを取り入れつつ、ユニークな発想で商品を売り出していた。そして、一番に重きを置いていたことは、お客様が本当に求めているものを考え、提供することだった。その会社は消費者だけではなく、業界内からも非常に評価が高かった。良いものと新しいもの。その二つがうまく組み合わされれば、消費者は求めてくれる。しかしそれは簡単なようでとても難しく、大体がどちらかに偏ってしまう。それをうまく掛け合わせることができたこの会社は、業界を超えて話題を呼ぶようになった。一方、松崎社長の会社では、社長の身勝手な経営方針により、取引先や従業員たちからも信用を失ってしまった。大切な顧客も離れてしまい、危機的な状況に追い込まれていた社長は、その時になって自分の判断が間違っていたことに気づいたようだった。しかし社長は間違いには気づいたものの、何がどういけなかったのかまでは理解できずにいた。利益しか求めなくなってしまった社長は、その利益は何によって生まれるのかということも忘れてしまっていた。しかし、そんなことを教えてくれる人は社長の周りにはいなかった。社長は俺と最後に話した時のことを思い出したという。人を大切にするということ。社長がそれを思い出した頃には、もう手遅れだった。その頃、俺はというと、別の会社で働いていた。実のところ、俺は会社を辞める前から、業界のライバル会社から引き抜きの誘いを受けていたのだ。俺の業績の噂を耳にしていたその会社は、俺が退職したことを知ると真っ先に連絡してきてくれた。そして俺はその会社に入社することにした。そう、その会社というのが社長の会社に多大な影響を与えた会社である。そこの社長は俺の学歴なんてものは気にせず、俺の仕事の仕方そのものを認めてくれた。長年培ってきた経験と知識を生かし、俺が突拍子もない提案をしたとしても、俺のことを信じて任せてくれるような人だった。俺はそこで今までの力を一気に発揮するようになった。しかし、自分がやりたいことをやるには人員が足りなくなってきた。そこで俺は以前働いていた会社で社長の横暴により辞めていった社員たちに声をかけた。
皆俺と一緒に目標に向かって頑張っていた仲間たちだ。俺の一声で誰もが心よく賛同の意を示してくれた。そして俺は様々なプロジェクトを成功させたことで会社を急成長させていくことができ、結果的に松崎社長の会社を追い抜く形となった。社長はこの事実を知ったとき、とても後悔したという。俺を解雇してしまったことが、どれほどの過ちだったのかを、そこで初めて痛感したのだという。ある日俺のもとに社長から連絡があった。それは謝罪と戻ってきてほしいという言葉だった。しかし俺は、社長、今の俺があるのは社長のおかげです。学歴もない俺を雇ってくれて、仕事も認めてくれて、社長からはいろんなことを学びました。人を大切にする。それを教えてもらったからこそ、ここまで来ることができたんです。社長には本当に感謝しています。一緒に働くことはもうできませんが、同じ業界にいる者として応援しています。俺は社長に対して恨みの念などは微塵もなかった。感謝の言葉を述べると社長は、そうか、と一言だけ言って電話を切った。俺の成功は自分一人だけの力ではない。今こうやって俺の元に再び集まってくれた仲間と、俺を信じてくれる人のおかげで成り立っている。今は会社でもそれなりの立場にいる俺だが、部下たちには必ず伝えていることがある。伝統を重んじることは大切である。会社として利益を出すことも大切である。だがしかし、物を作るという仕事の根本にあるのは、人のためにという気持ちだ。人を大切にする。その気持ちを忘れないように。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。